はい、まずはですね、やっぱりジャズの、今話題のブルージャイアントですね、映画化が決まったみたいなので本当に素晴らしいと思うんですが、この石塚さんの作風は本当にこの人、画力があってですね、本当になんかこう本当にジャズの激しさっていうのが伝わってくる、ものすごくかっこいい絵柄だと思います。こんにちは、黒田和也です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、おすすめ音楽漫画第5選ということですね。まあ僕もおすすめです。他にも調べるといっぱいあるんですね。でもまだ僕読んでないのもいっぱいあるんですけど、僕が好きな、僕が全巻持ってて何度も読み直してるっていう本の、5つの、音楽漫画をご紹介したいと思います。僕一時期ね、やっぱりこう音楽漫画ってちょっと避けてる傾向があって、自分が音楽やってるじゃないですか。それをこう漫画で表現するっていうのはどうなのかなって思って読まなかった時期、食わず嫌いな時期がありまして、で面白いよって思って言われて進められて、こう実際読んだらですね、実際音が聞こえるみたいで、本当にインスピレーションいっぱいもらって非常に良かったと思うので、この5選、紹介したいと思います。それでは始めていきましょう。はい、まずはですね、やっぱりジャズの、今話題のブルージャイアントですね、映画化が決まったみたいなので本当に素晴らしいと思うんですが、この石塚さんの作風は本当にこの人、画力があってですね、本当になんかこう本当にジャズの激しさっていうのが伝わってくる、ものすごくかっこいい絵柄だと思います。2013年から連載中で、多分ね、今日おすすめする5つの中で一番新しいもので、まだ、現在、2023年1月現在まだ、連載中になってます。でこう3部作っていうか、まだ続くのかもしれないですけど、第1部作で一応その仙台にいたその少年が東京に出てって、東京の、まあ、ブルーノートじゃなかったブルーノートみたいな、ライブハウス、その憧れのライブハウスに出演するっていうところまで行って、でそこから、自分単身で今度ミュンヘン、ドイツのミュンヘンに行くっていうのがスプリームになってますね。でこのエクスプローラーっていうのがアメリカに行って、ちょうどこうまだバンドメンバー集めたりとかしてるっていう形なんですが、まあ、少年が独学でジャズを聴いてですね、友達にライブに連れて行かれて、その熱さに感動して、でレコードを買ってきて、見よう見まねでサックスを買って、でそれでこう誰にも習わずに吹くんですよ。こういうのってすごくよくあって、音で聞いてね、こうポンってこうそのまま行くってい こう理論とか置いといて、まずその荒削りなところで音で感じて音を表現してるっていうところで、やっぱりこの彼のサックスに惹かれる人たちが出てくるんです。でもはちゃめちゃだから、やっぱりこう、あるあるなんですけど、こう音が大きすぎてジャズってそんなんじゃないってお客さんに怒鳴られたりとか、それでこうしょげたりとか、そういったこう本当にこう要は挫折みたいな、こうミュージシャンがある挫折っていうのがこうあるんですよ、日本で。あるあるあると思うんですけど、で世界のジャズプレイを目指していく中で、まあお師匠様に出会って、で練習の仕方を教えてもらって、でひたすらこうやっていくみたいなところが、まあちょっとかっこいいところなんですね。で恋愛要素ちょっとあるんですけど少なめです。それよりどちらかというとバンドメンバーとの友情とか、独自の努力の姿とか、こう切り開いていくとことかで、この石塚さん自体は多分サックス吹かれるんだと思うんですけど、その本当にこう音楽の表現が上手なんですね。で僕の、読んで初めて読んだ時に、これ細かい描写なんですけど、こうジャズ分かってる人から見ると本当面白いっていうところがいっぱいあるんですね。なのでそれのこうちょっと解説動画なんかも昔やってたんですけど、本当にこの漫画面白いですね。またちょっと解説動画とかも作っていきたいなとは思ってるんですが、2023年今年ですね、2月に映画撮られるんですぐ見に行きたいなと思ってるんですが、音楽監督は上原ひろみさんで、ドラマは石若駿君なんですね。ビデオクリップ見るとチンチキチンチキチンチキなんて、誰これうまいなと思ったら、あ、しゅんくんでしたね。もう米津玄師さんのバンドとかも叩いてて、もう最近も本当に大活躍ですが、もうそもそ もう彼はもう本当に、若い時から知ってますけど、めちゃくちゃ最初からうまかったですからね、本当に素晴らしいドラマですが、で、和田智明さん、サックスですね、彼も本当に、素晴らしいサックスプレイヤーだと思いますが、本当にすごいメンバーですから、これもう完全に表現してくれると思ってますので、アニメ映画も本当に楽しみにしてますが、本当内容面白いんで、ぜひ見ていただきたいなと思います。
はい、続きましてですね、ピアノの森ですね。これクラシックの内容なんですけど、石木誠さん作のピアノの森ですね。ブルージャイアントが一番新しいんで、1988年から15年まで、途中で休止もしてるんですけど、全26巻です。制限されたピアノをね、ずっと弾くのにが難しいっていう家庭に生まれた少年が、周囲の人に支えられて、ピアニストとしての才能を開花していくっていう感じの物語なんですけど、恋愛要素はちょっとありますけど、前半に少なめで、どちらかというとメンターの、先生との、絆がすごい、よく描かれてる内容になってます。でこれも反田恭平さんがですね、メンターのピアノの役でアニメでやってたんですけど、ショパンコンクール日本人初の快挙で、2位を取りましたから、すごいですよね。そのショパンコンクールを、に彼が立ち向かっていくっていう物語でもあるんですよ。なので本当にもうドラマチックすぎてちょっとびっくりしましたけど、僕衛星放送でそのリアルタイムで見てましたけど、本当すごかったですね。小林まなみさんも、良い撮ってて、で2人がすごい仲、まあ、幼なじみで仲むずまじかったのを見てて、あ、いいなと思ったら、そしたらもう、ね、結婚されたでしょ。すごいなと思って、ドラマチックだったと思うんですけど、まあ、いろんな逆境に頑張る姿にすごい力をもらえるというか、でなんかいけーっていう感じの瞬間がすごいあって、すごいこうドキドキする感じで、最後の最後の最終話はすごい良くて、もう本当に感動の26巻だと思います。ぜひ読んでいただきたいなと思います。2018年にねアニメ化されていて、最初に2002年7年に映画化されて、でそれからまあアニメ化でしばらく続いてたんですが、本当にいいお話だと思いますので、ぜひ読んでみてください。はい、次はもう僕が紹介するまでもないんですが、クラシックの、音楽漫画です。のだめカンタービレですね。二宮智子さんの作品ですが、これもドラマ見てた方もすごくいらっしゃると思うんですが、2001年から10年間の連載になってますね。全25巻ですね。僕も何度か読めましたけど、本当になんか心温まるお話ですね。まあ主人公ののだめ、のだめ組さんの略称なんですが、あとゴミためのピアノっていうのもあって、のだめって呼ばれたんじゃなかったかな、確か。千秋っていう男の子で、指揮者を目指してる子がいるんですけど、その子はやっぱりすごい才能もあるんだけど、なんかこう飛行機に乗るのが怖くて、それで指揮者に日本でやってたらこう行き詰まりを感じてたとこにのだめと出会って、でそののだめのこののほほんとした感じをこう面倒見なきゃいけないっていうところで、それが潤滑油になって、こう千秋がだんだんこう指揮者として開花していく、で彼女の、のだめも自分のピアニストとしての道を開花していくっていう物語なんですね。で恋愛要素はやっぱりまあまああります。好きとかっていう感じもあるんだけど、まあどちらかというとちょっとお笑い系、ちょっとこうクスッとするようなお笑いの要素もあって、なんかお互いが影響を受けて成長する感じがすごい微笑ましい感じですね。ほっとけないのだめの背を焼きながら、そのことで、自分の行き詰まりが解消されていく姿がめちゃくちゃ微笑ましい感じで、でしかもその大きな舞台にどん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 出ていくところがこうドキドキする感じがあって、非常に面白いですね。2007年に実写化されてますね。これがドラマ化されて1期2期3期っていう風に、分かれてやってましたけど、まあこの辺はすごく見られてた方が多かったんじゃないかな。専属音楽大学が多分舞台になって、やってたと思うんですけど、玉木宏さんがね主演でやってたと思うんですけど、めちゃくちゃ面白かったと思いますね。ぜひ本の方をね見ていただければと思います。坂道のアポロンですね。これジャズなんですね。ちょっと前に、話題になってたんじゃないかなと思う、小玉由紀さんの、作品になりますが、2007年から12年までの連載になります。全9巻ですね。いつの間にか9巻出てて、ガーッと慌てて読みましたけど、歌が1966年、主人公のピアノと友人のドラムの友情の物語ということでですね、まあ古い世代で1966年の時代で、この、主人公の男の子がドラマーのことであってですね、クラシックやってたんだけど、こうジャズっていうものを知って、セッションするを楽しみを知っていってみたいな感じですね。これフラワーコミックスなので少女漫画だから、ちょっと恋愛要素が多めです。恋愛要素もどちらかというとこう好きな人にちょっとその人は別の人が好きみたいな、ちょっと切ないこう恋愛があったりとかっていう感じですね。
でこうロックがちょうどその時代でもそうですけど流行りだして、そのビートルズとかね、そういったものが流行りだしてジャズが下火になった時代、その時代にやっぱ文化祭でロックやろうぜってやってて、でも突然その学校のその文化祭がこう停電になってしまって音が鳴らなくなっちゃった、だから、まあ主人公の彼がピアノを弾き始めたらドラムの子がセッションで合わせて、あ音楽ってすごいんだ、ジャズってすごいんだって言って見直されるシーンっていうのがすごいかっこいいんですよ、このシーンがすごい良かったですね。2012年にアニメ化されています。非常に漫画として面白いと思うのでぜひ読んでいただきたいなと思います。はい、それでは最後はですね、4月は君の嘘、これクラシックなんですけど荒川直志さんっていう人の、作品になりますが、4月は君の嘘です。これもめちゃくちゃ好きでですね、2011年から15年までの連載、意外と短い期間なんですけど、全11巻ですね。なので意外とパッと読みやすい感じですね。坂道のアフロンとこれはまあまあ短めなのでささっと読めてしまう漫画ではあると思います。まあ、ピアニストの男の子とバイオリニストの女の子が共鳴し合いながらお互いに成長していくっていう姿なんですけど、まあ、切ない恋愛要素が結構強いですね。で音楽描写がやっぱりすごいですね。まあ、僕今回紹介したやつはどれも音楽描写すごいと思いますけど、第1話の伏線フラグがあって、それが最終話にで、いろんなところにフラグが立ってるんですけど、最終話の最初、本当に最終話の最後のシーンで、この本の題名もこれフラグなんですね。どういう意味かなと思って、一番最後の最終話で全部フラグが回収されるというお話なんですけど、よくできてるなみたいな、もう本当に、最後の最終話読むともう涙が止まらない、黒田号泣作品でございます。本当にいいですね。2014年にアニメ化されてですね、16年の実写化、これ広瀬すずさんが主演で、あのバイオリニストの方で主演してましたけど、かっこよかったですよ。本当にこれも泣きましたね。この本は本当に何度も読んで号泣してしまう、ちょっと忘れた頃に読むとまた泣いてしまうというような、すごい大好きな本なんですけど、このアニメの方もねちょろちょろっと見ましたけど、すごいこうよくできていて、すごいゾワッてするシーンがいっぱいあるんですけど、本当に良かったと思います。ぜひ読んでいただけたらと思います。はい、音のない漫画でね音楽表現ってどれも本当にすごいと思います。今回はねジャズとクラシックを中心にお話ししましたけど、ロック系だとベックっていう漫画とかもあったりとか、あと吹奏楽の漫画とかも結構たくさん出てるんですよ。調べるとめちゃくちゃたくさんあって、また読んだらちょっとこうまとめて紹介してみたいなと思いますが、まあ、僕はジャズとかクラシックとか仕事でやる本ですから、どっちかというとそっちの方をお話をしてみました。まあ、音のない漫画でね音楽表現ってどれもすごいしけど、この今回紹介した5作はどれもですね音が聞こえてくるような、で本当にうまいことを音楽を題材にしているいい作品だと思いますので、ぜひ皆さん読んでいただけたらと思います。ブルージャイアントの方はですね、まあ、映画見たらできるだけ早めにレビューの動画を作りたいと思ってますので、また楽しみにしておいてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。